こんにちは、Fスターの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというチャンネルでございます。今回ですね、ちょっと久々に音楽の話したいなと思いまして、今ブラッドサースティブッチャーズのね LP バーディーとベンディングドラムプラスマイナスとやったスプリットのアルバムですね、この3枚が今予約中でして、11月ぐらいに発送になるのかな、はい、っていう感じでね、僕も、バーディーね好きなアルバムなんで予約しましたという感じで、ちょっとそれを記念しましてね、ブッチャーズのねとてつもないトリビュートアルバムがあるんですよ。この4枚、この4枚がねめちゃめちゃいいトリビュートになってますんで、これをちょっと紹介したいなと思いまして、吉村さんが亡くなってね、その後2014年に、作られた3ヶ月連続リリースだったかな確か、はい、っていう感じでね4枚出たコンピトリビュートアルバムになっております。でメジャーインディー関係ないブッチャーズと関わりがあったバンドから、まあ、ブッチャーズに憧れてたであろうバンドまでもうほんといろいろ入ってます。むちゃくちゃ熱いアルバムですね。歌詞カードの中ですね、これがまあ普通に歌詞が載っててね、でカバーというかトリビュートしたアーティストのプロフィールとか載ってるんですけど、全部ねブッチャーズというか吉村さんに向けた、コメントが全部書いてあって、これがまたねめちゃめちゃ泣けるんですよね。ちょっと本当に最初読んだ時マジで号泣しちゃった記憶があります。でこれね前はねサブスクにあったんですけど今ないんですよね。はい、これがまたちょっと残念なところなんですけど、なんですけどこの歌詞カードの内容とかね、まあジャケットも奈良さんがやってますから全部中古のお店でも、まあ本当何でもいいと思うんですけど、まあ見つけたらね本当に即買いだと思います。まあ CD を買って帰ってどういう内容なんだろうっていうそのドキドキを感じる帰り道の時間ね、あれも感じながら帰ってコンポに入れて聴く瞬間の興奮をまあ今一度味わえるんじゃないかなというところがありますね現在これは。それじゃあねちょっと1枚ずつやっていきましょう。はい、最初こちらですね、アバンドーンドパピーでやってますかね。もういきなり最初アシッドマンから始まりますね。はい、アシッドマンがエリーが揺れてるをやってます。はい、なんだろう、アシッドマンらしい結構ダイナミックなね展開の曲になってます。静かな、A メロ B メロがあってサビでバーンと爆音になるみたいなシューゲイザー的な、このなんだろう構成に変わってたなと思いますね。あとで次の曲バーンアパーが2月をやってて、その後ブラフマンですよ、ブラフマンが3分とブルースをやってますと。はい、わー熱いなーという感じで、でココバットも入ってきますからね。ココバットなんてさもうな昔はよくやってたと思うんですけど、最近そんなにその表に出てくる感じのバンドじゃないバンドが入ってきてるっていうのが、アシッドマンとかバーバとかね好きな人からしたら新しい出会いだと思うし、ちゃんとしっかり名優が入ってるっていうのもこの熱いなっていうところですよね。でハスキンがオーシャンやってまして、この1枚はねこれともう1曲がめちゃめちゃ熱いんですけど、キンブラです。キンブラがジャック・ニコルソンやってますね。これがむちゃくちゃ熱い、しっかりパブロックというかブルースというかなんでしょうガレージというかね、そういうね結構ジャキジャキした、音になってますと。あ、そうだね、もうこの時のキンブラも3人ですね、ギターとギターボーカルとドラムだけっていう編成になってまして、この男気ある編成ですね、これ熱いでしょう。元のジャック・ニコルソンってギターソロというかギターソロというかまあアンサンブルの感想みたいなところアウトロがねめちゃめちゃ長いんですけど、そこのところねマーヤがねいつもの調子で、めちゃめちゃ叫ぶ語りというかね、ライミングというかねなんかそういうのがありまして、それがもう本当に熱いなというところですね。次ロマンポルシェのラリホーですね。ロマンポルシェのねもうまあ北海道札幌時代からの中ですよね。まあもう完全にねこれはもうテクノポップになってますというところです。はい、ラリホーがテクノポップに変わってます。でその後サラバーズのねサラバー世界勲章、これがねこれまためちゃめちゃいいんですよ。古田くんのやってるバンドですね。今ザ・ツーっていうねバンドになってやってますけど、ナンバーガールがプールサイドをねカバーした時に独特の爽やかさというか青さみたいなものがねめちゃめちゃ出てたと思うんですけどね、その感じを踏襲してるというかかなり爽やかな、ギターロックに仕上がってますね。マジで唯一無二のボーカルの感じ結構しゃがれてるんですよね。あの感じもめちゃめちゃ合ってるなと思います。素晴らしいですね。でその後スラングが暗入やってますね。本当にねジャンルがねぐちゃぐちゃすぎてめちゃめちゃ面白いんですよ。スラングなんてもうなんでしょう完全なハードコアですよね。もう結構ゴリゴリ男気な硬派な
ハードコアバンドがこのサラバーズの後に入ってるっていうね、面白い並びなんですよね。はい。でその後にソーダがファースト、やっぱソーダファーストやんだなって感じです。ソーダは俳優のね浅野忠信がやってるバンドでして、はい。で昔ね、ブッチャーズのファーストのシングルが出たんですけど、その時も浅野忠信がボーカルでやってるバージョンのシングル、タレコ限定だったかな、それが出てて、でもそれの流れでファーストをやってるってことなんですけど、いやこれ熱いよね。ソーダが結構ダンスとパンクみたいな感じのバンドなんでね、まあそういう感じのアレンジになってますという感じですね。で最後、スターベムスですね、ギタリストを殺さないでが入ってます。スターベムスはあの元ビークルの日高さんがもうお面外してからやってるバンドです。これなんだろう、結構エモパワーポップみたいな感じのバンドですねっていう内容のアルバムになってます。はい、次2枚目です。マンプスかな、こちらはね結構ねいなたいというか、ブッチャーズ好きな人はほんと好きだろうなってタイプのバンドがいっぱい入ってますね。カードから始まります。カードが3をやってますね。カードは、ロストエイジの元ギタリスト2人がね、その後に結成したバンドになってまして、エモというかなんだろうね、まあポストロックというかなんかインディー、 US インディーって言っちゃうとめっちゃざっくりだけどそこに当てはまるかなという感じのバンドですね。でその後シネマスタッフですね、僕たちの失踪をやってます。この僕たちの失踪はですね、あのシネマスタッフの YouTube チャンネルにもね、あのスタジオライブみたいな感じの PV が上がってるんでまだ聞けると思います。はい、これはぜひ聞いてみてください。その後クライムザマインドですよ。クライムザマインドが入ってますよ。はい、クライムザマインドのエリが入れてるんですね。まあブッチャーズ好きな人だったら知ってる人も多いと思いますけど、クライムは、名古屋のバンドでして、3ピースバンドですね。全然ギターが歪んでないのにエモっていうとんでもないバランスのバンドになってますね。ギター基本的に優しいアルペジオなんだけど、リズム帯がめちゃめちゃポストロックみたいな、手数がめちゃめちゃ多いんですよね。そういうねすごい絶妙なバランスのバンドになってますね。はい、のエリが揺れてるですね。これがねめちゃめちゃ泣けます。泣けますというか、これとてつもない完成度ですね。完全に自分たちのものにしますね。これが素晴らしい。これを本当に聞いてほしい。でその次ドハツテンのアイモンファイヤーですね。はい、ドハツテンもやっぱね札幌時代からの仲間ですからね。はい、なんで結構古いもう初期の曲を入ってますというところですね。ロステージのジャック・ニコルソン入ってますね。これ結構当時ねライブでも結構やってましたからね、知ってる人も多いと思うんですけども、いやーこれはね凄まじい。はい、もともとジャック・ニコルソンがねとんでもない名曲なんで、これをねこうアレンジしたかと、ロストエイジ流になってますね。しっかりまあ元のジャック・ニコルソンはね感想の部分とか結構ねあのソニックユースの要素がかなり入ってたなと思うんですけど、ロストエイジのジャック・ニコルソンはエモというかまあポストハードコアかな、なんかその辺の展開の感じがあるかなと思いますね。はい、次ロストインタイムですね。ロストインタイムが9月をやっております。でロストインタイムはねもはやねブッチャーズのロストインタイムっていうね曲名からバンド名取ってますからね、そりゃ入りますよねって感じですね。海北くんのね優しい歌が入ってますね。でモノブライトがさらば世界今週やっております。モノブライトはもう解散しちゃったもんね。はい、そういうねもう今聴けないバンドも入ってますっていうね。で、向井秀徳入ってます。はい、今回ソロですね。もちろん曲はプールサイドですというところですね。はい、いやこれはもうね、はい、皆さんもういいでしょうというところです。あーこれもすごいですね。ノベンバーズです。ノベンバーズは11月やってますね。やっぱりちゃんとそこをやってますね。で11月はねあの心のね入ってる曲なんですけど、インストの曲なんですよね。それをどうアレンジしたのかというと原型をとどめないぐらいのとんでもない曲になってますね。これすごいですよ。プロフレですよ。ほぼめちゃめちゃかっこいいですね。ノベンバーズになってますちゃんと。でパーフェクトライフもあって、パーフェクトライフとかね今どうなんだろうね、やってんのかな。はい、パーフェクトライフあって最後ピローズの3分とブルースで終わると。はい、ピローズも、北海道時代からの、バンドですね。はい、じゃあ3枚目です。ナイトウォーキングでございます。はい、あーこちらもいなたいねメンツが。はい、まずもうこのチャンネルでもおなじみアートスクールのファウストから始まっていきます。もう中堅と藤田さんが入ってますという感じですね。その後にベッドですね。それだけもうベッドはブッチャーズの影響を受けまくってるバンドですからね。京都のバンドですね。全然歪んでないけど、このアンサンブルのギター2本の絡みの感じとかめちゃめちゃブッチャーズだなと思ったりしますね。すごくいいバンドですベッドは。で、コーパスですね。コーパスグラインダーズの7月も入ってますね。コーパスが復活してるってのが
ちょっと本当に熱いですよね、マジで。コーパスグラインダーズはですね、当時吉村さんがブッチャーズと別でね、やってたバンドでして、で、もう一人ギターに、名越幸雄ですね、チャラのプロデュースとかもやってる人なんですけど、その人もいて、ドラムがですね、芸人の大の字の、大地さんのお兄ちゃん、はい、がやってますね、はい。っていう感じで、で、もう一人ギターがいて、ギター3人、ドラム1人っていう、むちゃくちゃなバンドです。めちゃめちゃ爆音、超かっこいいですね。マッドハニーとか、ハードロックから影響を受けてるタイプのグランジのバンドに近いかなっていうところ。結構ジャンキーな、音の、ハードロックみたいなね、リフモノみたいな感じのバンドです。めちゃめちゃかっこいいです。はい。が、7月ですよ。はい。7月なんてもう伝説のね、ライジングの映像もありますけど、はい。もう超名曲ですからね、最高です。で、その後にディスチャーミングマンのノーフューチャーですね。ディスチャーミングマンですよ。元キウイロールの海老名さんが今やってるバンドというか、ディスチャーミングマンで一時期ね、吉村さんがギターやったりしてましたからね、そういうつながりもあるし、もちろん札幌の時からのつながりもあるなというところですね。で、さらにその次がイースタンユースですと。はい。やっとこの3枚目にしてやっと来ましたという感じですね。だからこの並び、この3バンドの並びがちょっと激アツすぎてね、もうそれだけで泣くんすけど、はい。で、イースタンユースはね、ネバーギブアップをやってますね。はい。もう超初期の曲ですね。で、これね、超初期の曲すぎてね、歌詞も載ってないんですよね。それもまたいいですよね。で、これ当時ね、ライブでイースタンユースがね、ネバーギブアップやっててね、いや、これマジで号泣もんでしたね。とんでもなかったです。で、その後にね、キノコ帝国。ディスコードマンですね。キノコ帝国も今聞けないからね、今やってないからね。オフィシャルブートレックか、ブッチャーズの自主企画ね、あれにキノコ帝国が出てたりして、なんか意外と絡みがあったんですよね、当時。なんだろう、シューゲも抜けてたかな、この時のキノコ帝国は。うん、っていう感じですね。はい。で、その次、モーサムトンベターですね。ロストインタイムやってます。いや、ロストインタイムも初期だからな、さすがというか、やっぱ歴長いだけあるな、モーサムって感じですね。で、しかもこれ藤田さんね、ドラム。の藤田さんね、アートスクールと続いて1枚に2曲参加しておりますというところですね。はい。で、次、少年ナイフです。ここに来て超大ベテラン来ちゃったな、少年ナイフ。がファウストやってますね。いやー、少年ナイフとかも繋がりあったんだなーってところですね。全然知らなかったですね。タルトタタンもあったりして、最後、ウエケンブッチャーズプロジェクトですね。これが8月をやってるんですけど、いや、これのメンツがね、えげつなくて、このコンピにね、入れるために組んだバンドで、まずボーカルがチャラです。はい。ボーカルチャラで、ギターが名越幸雄ですね。で、もう一人ギターがいて、グループ魂のボードですね。だから、クドカンです。クドカンがやってて、で、ベース上田健二さん。パーカッションが、朝ちゃんですね。ドラムに小松さんという感じですね。もうとんでもないドリブンバンドですね。これはほんとここでしか聞けない、内容というか、バンドなんで、これはもうぜひ買ってほしいなというところですね。はい。じゃあ最後です。ラストマッチですね。こちら。まず最初、アガタさんですね。いきなり。スーパーベテラン、フォークシンガーでいいのかな。もういきなり、アガタさんの僕ですね。それがあって、2曲目、アサちゃんですね。アサちゃんが2月やってます。まあ、例のごとく、アサちゃんがやったら原型はないですよね。はい。結構いつも怖いリミックスにしてくるんですけど、アサちゃんはね。今回も怖いです、という感じですね。次、アジカンですね。アジアンカンフージェネレーションの、バンディング・ザ・ドラムが入ってますね。はい。ゴッチと吉村さんがよく弾き語りでね、ツアーとかやったりしてたからね、そういうつながりで入ってきたのかなという感じですね。だから最後の方によく絡んでたなという記憶がありますね。はい。まあ、これも完全にね、もうアジカンです。アジカンの曲だったんじゃねえかってぐらいアジカンになってますね。はい。で、バックホーンですね。バックホーンがノイズやってますね。はい。っていうのがあったり、あとエンビーか。はい。エンビーの時は終わるですね。エンビーは劇場系ポストハードコアバンド。超爆音の生徒とみたいなね、感じの展開で、もうめちゃめちゃモッシュが起きたり、モッシュも起きるかっていう感じでめちゃめちゃエモいんですけど、エンビーになってます。しっかり。もう本当に爆音と生徒とですね、さっき言った。あの展開になってて、こんな曲だったっけなと思って聞き直したらもう全然違くて本当にびっくりしますね。原爆オナニーズも入ってますね。サイレンサーです。はい。原爆オナニーズも久々に名前聞いたなって感じですね。はい。まだやっててくれたんだなっていう感じですね。しかもサイレンサーもかなり初期のファーストとかに入ってる曲だったかな、確か。これはみんなね、自分たちのものにしている中で、かなりそのまま結構やってるなというイメージで、
ていうかそのままでも原爆オナニーズでいけるなっていう感じなんですよね。うん、めちゃめちゃ合ってる曲を選んでるなーってとこですね。まあグレート3がありまして、で次アイドルパンチのね8月です。うん、アイドルパンチはねラッコさん、あのハンバーガーでもラコスバーガーでもおなじみのねラッコさんのバンドでして、まあコミックファストパンクバンドみたいなね、めちゃめちゃ速くなってますこれこの曲もドッタンドクダンドッタンドクダンみたいな感じのドラム、めちゃめちゃ速いです。このバンドはねもうみんなパンチでやるんですよねブリーフ1枚でライブやったりするんで面白いんですけど、プラスマイナスがレクイエムやってますね。プラスマイナスも今回 LP 化されるね1枚にプラスマイナスとのスプリットがあるんですけど、それの、やってたバンドですね。だから US のポストロックバンドですが、もうわざわざ、のブッチャーズというか吉村さんのためにちゃんとカバーしてくれたという感じですね。これも本当にありがたいですよね。それでも世界が続くならのデストロイヤーがあったりで、最後バーサスのね3です。バーサスも、US のねポストロックバンドですね。これも一緒になんかツアーとかしたんだっけな、確か一緒にバン出してたかな、どうだったかなっていう感じですね。いや本当あのプラスマイナス同様ね、本当参加してくれてありがとうございますという感じですね。ブッチャーズへの愛だけでできてる感じがものすごく伝わってくるんですよね。どの曲も、もう本当忙しいであろう、あ時間とかね、インディーのベッドとか、もうインディーですらないロストエイジとかね褒めてますよ僕は、褒めてるつもりです。はい、もう本当上下左右本当に関係ない、本当にブッチャーズ好きな人が、もう本当にブッチャーズのために鳴らしてるなという印象の4枚です。本当に素晴らしいですね。マジで見つけたらマジ即買いだと思います。僕としては2枚目のですね、マンプスかな。はい、これが本当にこれを聞いてほしい。これを聞いてロストエッジとカードとクライムザマインド、これに、めちゃめちゃハマってほしいなと思ってます。はい、まあどれもね基本的にサブスクいないんであれなんですけど、はい、本当に素晴らしいバンドたちですね。本当にバーディー早くね家に届くのめちゃめちゃ楽しみですね。はい、っていう感じですね。よければ高評価チャンネル登録お願いいたします。Twitter X もやっております。あと、各種音楽サイトで、デモ音源も配信しておりますんで、よければ概要欄の方で、見てみてくださいという感じですね。それじゃあまた。